南城市大島観光で湧き返る休日の大島みなさんこんにちは街歩き沖縄です今日は動画の撮影日です 街歩き沖縄の動画の撮影はこんな感じで進められるんだとなんとなく見ていただけると幸いです本日の撮影計画食事系の動画を2本映す予定ですあとは読谷村の肥者川にある沖縄戦闘時 一区号の撮影もできればしてみたいと考えています現在走行しているのは沖縄本島の南部です午前中は南城市で撮影をして午後から読谷村に移動します距離的には少し長い移動になります次に 本日の撮影計画の詳細をお知らせします。今日の重要なポイントは、昼ごはんを2回食べることです。時間差をつけているので、可能かと思うんですが、どうでしょうか。1、午前11時に、南城市大島に到着し、海鮮丼を食べる。2、 午後1時頃の干潮時間帯に2読谷村膝川につき一保を撮影する3午後2時頃2回目の食事風景を映すこんな感じの計画です動画を見てわかるように 変更は絶好調じゃない,ですかいい撮影日になりそうですそろそろ本日最初の目的地南城市大島に到着します小さな橋で。 沖縄本島とつながった大島は天ぷらの島として有名な場所です。また、大島の魅力はそればかりではなくて沖縄本島から遠く離れた離島にやってきたかのようなのんびりとした空気感も大島の魅力の一つだと思います。 今の時刻は午前11時頃ですが大島の橋を渡ったところにある中本天ぷら店の前が大行列になっていますいやーこんなに早い時間帯から行列とは恐ろしい人気です今日は天ぷらはスルーしてこの先の大城天ぷらの隣にある魚飯屋平ら鮮魚店に立ち寄ります 今向かっている魚飯屋ではこんな感じの海鮮丼やこんな感じの海鮮いなりを買って店の屋上で海を見ながら食べる予定です2つの料理とも小さめなので数時間後に2度目の昼ご飯も可能だと思います 大城天ぷらが見えてきましたなんとここも恐ろしい数の人が並んでいますいやーこれは驚きますこの状態だと30分以上待つんじゃないでしょうか大島天ぷら人気がすごすぎます本当に驚きました大島には久しぶりに来ましたが。 今は、こんな感じなんですね。魚飯や平ら鮮魚店に到着しました。あ,あれで。お店が閉まっているようです。臨時休業中です。臨時休業中です。いやー。 困りました。どうしましょうかとりあえずは私がお気に入りのてるちゃん天ぷらで天ぷらでも買って食べてから考えたいと思います。 でかい、でかすぎ、多分の2倍あります。こんな感じの計画でしたが、まずいきなり1番がボツです。 ここで結果からお伝えすると、三つともできませんでした。この後、読谷村に向かったんですが、だんだん天候が怪しくなっていき、小雨が降り出したんです。雨が降ると撮影はできないので読谷から引き返しました。 そして最後に食事だけでもしておこうと予定していたあるお店に入りました私の食堂動画は大体そのまま流せるんですがごくたまに YouTube にアップできないことがあるんです前回は1年ほど前に普通の小さな沖縄食堂に入って沖縄そばが800円だったので それはあまりにもお高いと思えたので YouTube にはアップしませんでしたそして今回はまたある事情で動画をアップできませんでしたさてここで問題です私がこの食堂の動画をアップできなかった理由がありますそれは何だったんでしょうか 次の3つの中からお選びください12人で違う料理を注文したのに同じ料理が出てきた2出てきた料理が劇的にまずかった3昼の時間帯に行ったのにお客さんがほとんどいない少し怖い店だった この三つの中から選んで十秒でお答えください。答え、正解は一番です。それがこんな感じの料理でした。見た目が普通です。 後輩はソバビーセットを注文して私はチキ,キンカツを注文しました名前が全く違うが中身は同じでした 本日の動画はこれでおしまいですなんだか変な終わり方になって申し訳ないです大島のテルちゃん天ぷらの動画は改めて編集をしまおしてアップしたいと思います理由はテルちゃん天ぷらやはり大きくて感動したんです 本日も最後までご視聴ありがとうございました。